こんにちは、土の子です。今日は11月12日、バチドレルセンター練習台は好きな方を授けよう。マジで店長のおごりっすか？片方は毒とかじゃないっすよね。じゃあ練習スタート。どっちもいいもんなんでしょう。ということで、好きとなの方に、間に入れていきます。あ、ちょっと失敗しちゃったかな？大丈夫かな？バラバラっと崩れて、ふむふむ。おじいさんを取りつつ、ハートゼルダを押し込みます。あ、押し込めなかった。ちょっとうまく取りたいな。せめて2周目に行きたい。をかすりながら、よいしょ、 K を取ります。はは、取れない。ふむ、これはちょっと2周目難しいかも。ちょっと足に引っ掛けて反動みたいなことできないかな。でも尾がどうせこっち側行っちゃうよね。どうせ1個ずつ取るんだったら勝負をかけてみたいと思います。リンクの足に左アーム刺して、反動をつけて2つ落とそうとします。してみましょう。どうだろう、グルーンって言ってくれないかな。ははっ、ダメだ、全然ダメだった。しょうがないね、悔しいです。2周目いけたらめちゃめちゃ取れるのにな。これ11枚でした。さあ、小当たり当たってくれ。2プレイが欲しい。小当たり来い。来ないですね。1プレイ無料。さあ、今日はガノンドロフ取っていきましょうか。まずは矢とビームを取っていきましょう。てい、横取りできるかな。踏む。よし、まずは2個取りゲット。おしゃれプレイいっちゃうよ。さてと、ちょっと真ん中を取っていきましょうか。真ん中の、よいしょ、よし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 。頼む、真ん中取れてくれ。頼む、落とさないで。あ、あー、もう、入るよね。こうやりたかったんだけどな。さあ、そしてリンクをギリ止めで掴んでいく。よし、入りましたね。さようなら、ガノンドロフ。ストーン。気持ちいい。やりました。ちょっと一手ミスったね。さあ、あとやってないのはこれだけど、ちょっとね、2手じゃ難しいね。まずは広葉樹を取りましょう。やっぱりちょっとコンプは無理かもしれないけど、広葉樹は多分取れるんじゃないかな、簡単に。ライオンのアーサーとダチョウの火の粉狙おうか。首あたりなんか掴んで欲しそうにしてるから。いきます。さあ、どうでしょう。あー、全然下がらないな。なんで下がらなかった、今。首のとこまで下がってよ。ということで、紅葉樹しか取れませんでした。なぜ今何に当たった。はい、ガノンドロフはゲットできました。
はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。適当にポケモンをゲットしまくったボックスがこれ。心を鬼にしてお別れすることも大事っすよ。デコリストのみんな、コイキングネタを使うのが大好きですね。面白い。外国のお客さんからの投稿っぽいっす。右に回転させてみるみたいっすよ。んー、どれどれ。ペローン。ペローンが見えました。眉毛の濃い人の顔合ってるっすかね。ペローンしてるね。バッチテレルセンター海外出店そろそろかも。なんか出店したんじゃなかったっけ。なんかそんな話題をちらっと耳にしたような気がします。北米版かなんかで出たんじゃないかな。はい、それじゃあ、はい、それじゃあ今日はねここら辺で終わると思います。今日はね今週の第最終日でしたけど、ガノンドロフは取れたけど全部の台を一応ねプレイはしたんですけど全然コンプはね達成できない。やっぱり難しい台が多かったかな。朝ねバチテレルセンター更新日、どんな新台が来るかワクワクしながらね待ちたいと思います。ということでよかったらねまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。